はい、エルカチャンネルのショーです。やっと来ましたよ、県庁に。そうです、ワンピースのルフィの銅像を見に来ました。先月ニュース聞いてから行きたくてしょうがなかったんですけど、いや、やっと来れましたね。で、なんか街頭のところには各他のメンバーのなんかイラストが書いてあって、ちょっとこうワクワクしますね。さあ、ということでちょっと行ってみたいと思います。さあ、目の前やってきましたよ。この手形は誰のだ。織田栄一郎の手形だ。ちょっと手合わせてみて。さあ、じゃああ、中指俺のカッチ。あ、そうそう、忘れてました。ここにまずルフィが立ったじゃないですか。それ以降の他の仲間たちが熊本大分地震のでひどかったところに、あと残りのメンバーが立つって話らしいんですよ。何が立つかがまだ決まってないみたいで、っていうか発表されてないんですけどね。個人的には地元南阿蘇はチョッパーがいいな。桜が有名なあれがあるし、まあ待っとけば何か分かるんで楽しみにはしたいですね。ということで、ですね、中がまだ展示してあるのかな。まあちょっと中に行ってみましょうかね。いやー、今県庁のですね、中にですね、あのイラストのやつが聞いてたんでちょっと来たんですけど、ちゃんと調べとけばよかったっすね。もう先月終わってましたね。銅像のニュースを聞いた時にすぐ来ればよかったんですけどね、余裕かませすぎましたね。行ったら何にもなかったです。まあ、代わりにちょっと違うのがあったんで、まあそれを堪能したのかな、してないのか分かんないけど、うーんと思いながら終わらせて、モヤモヤした感が不完全燃焼ですなだったんですけど、まあその地元の熊本が盛り上がればと思いますので、まあいいんじゃないかな、よしとしてあげよう。ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。